はい。それでは、余韻子行列について定義していきましょう。余韻子行列の解説をしていきます。まずですね、A というのを、まあ、このような行列で A、AIJ、IJ すは AIJ としますで。前回定義した余韻子ですね。IJ 余韻子をデルタ IJ と。すなわち、マイナス1の i 足す J 上の AIJ の行列式と。で、AIJ は、 A から I 行と J 列を引っこ抜いたもの、覗いたものということですね。サイズが A よりも一つ小さい正方行列の行列式ですね。A ちょろんというのをですね、こう書いてですね、あの、デルタ JI を IJ 成分と持つような行列とします。えー、すなわち、まあ、IJ 成分がデルタ J であるような行列の点値と言ってもいいんですけども、 まあ、ij 成分ですから、えっと、d e l 1 1デルタ 1, 1, デルタ1 2じゃなくてデルタ2 1デルタ3 1と。で、下に行くとデルタ1 2デルタ1 3と、こういうふうになっていくから。こういう行列ですね。これを四因子行列というふうに言います。まあ、こちらの方に書いてるように、えー、ij 成分はデルタ i j ではなくデルタ j i であることに注意してください。ですか はい。例えば、A というのをですね、このような2次の正方行列とするとですね、11成分は1行1列を除いた5のプラス1倍ですから5と。12成分はどうなるかというと、12成分は2144ですから、2144ということは、21除いてマイナス3に符号のマイナスつけて3。で、一2二1成分は12、 4位子ですから1、12で7で符号がマイナスでマイナスになる。で、最後の2244、22成分は2 2 4子ですから、この2のプラス1、マイナス1の2乗で2ということで、4乗で2ということで、4位子行列はこのようになります。で、ここでですね、えっと、A と A チルダーというこの4位子行,行列と掛けてみます。掛けてみます。 まあ、かけ算の順序は A チルダ A でもどっちでもいいんですけども、まあ、今 A と A チルダをかけてみましょう。そうするとですね、えっと2、2×5 たす 3×7 で21で31ですね。で、えっと、12成分が 2×3 とマイナス 3×2 で0。21成分が7535-35で0。で、22成分が721 3たす10で31ということで、うん、これ実は、あの、A の行列式 520-20--21 で31ですね。 場合の、この行列ですね。こういう風うになるわけですが、これは A の行列式×単位行列、マスカラー行列ですね。になっていることがわかります。で、今度はですね、えっと、なんでこうなるかってことはちょっと後で説明しますけれども、次の例ですね。三次正方行列の場合に求めてみます。この場合は、二次の正方行列を9つ計算する必要があるんですけども、えっと、一応こちらに答えは書いてあるんですが、まあ、具体的にちょっと計算過程を見てみましょう。 えっと、デルタ11ですね。これは、ですね。えっ、ー、と、1行1列を除きますから、この行列式で、えー、従って、えー、マイナス61と。で、デルタ12は、1行2列を除きますから、4732ですね。これのマイナスつけたものですから、42が8、732して、マイナス13のプラスで13と。デルタ13は、えー、493で33のプラスですね。 はい。ということで、これが縦にこうなりますね。マイナス61、13、33と。まあ、同様にして、デルタ21は2行1列除きますから2、2行1列ですから、3592でマイナスがついて、32が6545でマイナス39のプラス39と。で、22は2532で2、22が4350マイナス11と。で、23は、 2339で肉1 8 3 9で9でマイナスがついてマイナス9ということでこれがまた縦に並ぶというようなことでですね、えこういうふうになります。はい。まあ、ちょっと確認してみてください。いいですかはい。ではですね、この今 A チル、結構大きな数になっちゃったんですけど、あの、この数が出てきましたね。A チルダーですね。この A チルダーと A ですね。まあ、これかけてみましょう。計算してみましょう。はい。 ちょっとですね、あの、例題じゃないですけども、まあ、あの、ちょっとこビデオを止めて、か、ちょっと考えてやってみましょう。<music> はい。じゃどうなりましたかね。はい。これ計算してみようということで、はい。これ82倍の E3 ですね。82は何かというと、A の行列式になっているんですね。 一応 A の行列式計算すると、えっと、235で2倍していくと0のマイナス5のマイナス3の、えっと、ま、1一くか1の6のマイナス3か。で、えっと、これで1倍してい引くと0の12でマイナス9の61のということで、マイナス5マイナス3ですから、一1ですから結局27たす55で、えぇ、ー、82ですね。はい、82。はい。ということで、これ行列式82なんですね。はい。ということで、82倍の三3ということで、これ結局、これもやっぱり A の行列式かける単位行列という、スカラー行列の形ですね。になっています。 さあ、これ何ででしょうなんででしょうはい。えっと、この性質ですね。今やった性質、つまりこういう性質が成り立つわけですけれども、これはなんで起こるかということですね。これがまあ、あの、まあまあ命題なわけですけれども、どうしてかというと、えっと、まあ、要するに IJ 成分、II 成分を見てやるとですね、これの AA、uh, 中段の II 成分ですね。対角成分がまず行列式であると。だから主張としては対角成分が、えっと、すべて行列式の値になり、 対角成分以外がすべて0になるということを示せばいいわけですけども、AA t i l d の ij 成分を small x ij としたときに、xii 対角成分はどうなるかというと、これは、A の、まあ、I 行ですね。A の I 行と A チルダーの I 列ですね。A チルダーの I 列っていうのは、要するに、えっと、d e l ik, デルタ i1, i2 とこうなってるわけですね。I 列っていうのね。ですから、あこうなりますね。 はい。で、これ何かって言ったらですね、これは何かというと、K が全部走るわけですけども、これは何かというと、えー、大愛行に関する A の4位展開の式に他ならないわけですね。他ならない。ということですね。で、同様に YII、こっちの A チルダ A の方もですね、これはあの、デルタ KI、AKI でこうなるわけですけども、これで K が1から N まで走るわけですが、これは、えっと、A チルダの方の大愛行と、 えー、small, l a r えー、っと、a、行列 A の大 i 列ですね。をかけ、えー、の積ですから、こういう形になるんですけども。これは、同じようにですね。あの、大 i 列に関する展開式になりますと。ということですね。ということなんで、えー、この二つの、AXII, YII という、まあ、どっちの積の対角性も両方とも、まあ、行列式が、え、A の行列式の展開式ですから、それは全部同じになって、 まあ、n 行列が出てくるということですね。はい。ということで問題は、あとはですね、i と j が違うときに x, i, j とか y, i, j が0になるということはどうしてかということですね。はい。これちょっとこの説明はですね、ちょっと難しいので、あの、簡単のために n イコール3の場合でちょっと例承するということにします。一般の場合は全く同様なんで、一般の、これがしっかりと理解できれば一般の場合も要因証明はできます。 はい。えっと、X、例えば X13 の場合考えましょうか。X13 ですね。X13 っていうのは何かというと、A の1行目と A t i の3行目ですね。ですから、まあ、まあ、式で書けばこういうことになるわけですね。1131 11、1232、1333と。ま、ここの式のこの i と i が、これが i と j になってるわけですね。という形になります。で、これはですね、あの何かというとですね、こういう行列の第3行に関する要因視展開になってるんですね。 えー、これなんでか言うたら、えっと、デルタ31っていうのは元の行列 A の3行目と1列目を除くと、デルタ32は3行目と2列目を除くと、デルタ33は3行目と3列目を除きますから、要するに3行目、デルタ、この、デルタ31、デルタ32、デルタ33はですね、A の3行目は一切使わないですね。全く使ってないですね。だから A の1行目と2行目が一緒やったら全部同じものなんですね。 で、あの、ですから、ここ、この部分がですね、A と一致してますから、えっと、これの、えっと、3144、3244 33、3344と一緒なんですね、この行列のね。で、しかも、ここが A11、A12、A13 ですけども、これここをだから A11、A12、A13 にすると、こういう行列式の第3行に関する4位指展開の式ということになるわけです。はい。で、これ見るとですね、ここ、この部分ですね、この、ちょっと見づらいんで、ちょっと、こっち移します。 この3行目ですね。これは何かというと、A の1行目をそのままコピーしてこれ持ってきたものですね。3行目のところをスポンと3行目取り払って1行目をそのままスポンとこう持ってきたものですね。ということなんで、これは対価性によってこれ0なんですね。対価性によって0。ということなんで、つまり、まあ、あの、一般に言うと、この xij で i のと j のやつは、 えっと、A の J 行目のところに I 行目のコピーを持ってきたものなので、対価性によってゼロになると。それの、まあ、あの、J 行に関する展開式になるんで、消えるということなんですね。はい。で、Y の方も同様です。Y の方は逆に列の方で、列で、まあ、あの、コピーして展開しているということなんですね。ということなので、はい。まあ、このような形になって、この等式が証明できました。 はい。ということで、えここでもう再びですね、えっと、A が正則であるために必要十分条件が行列式 A がノットゼロということが出てくるんですね。はい。あの、いいですね。で、しかも、さらに A という行列式がゼロでないときは、この A インバースこ、ね、この数、この式を持ってくるとですね、A チルダーは、A の行列式、あ、ごめんなさい、A のインバースは、 え、行列基分の1の a t チルダーだと。こういうことが出てくるわけですね。実際これと a をかけたら、これ、この部分が a の行列式倍の en になって、これとこれがキャンセルして en になりますから、これが逆行列だということがわかるわけですね。はい。ということで、4位指行列というのはですね、まあ、まあ、ほとんど a の逆行列に近い形になっていて、まあ、そのかけたら、要するにまあ、行列基倍、単位行列の行列式倍になっているということになるわけです。 はい。え、それでは例題ですね。え、次の3次正方行列が生息であるための P の条件を求め、え、生息の時逆行列を P を用いて表すと。こういうことですね。はい。これもちろん、あの、基本変形でやってもできるんですけれども、正生息であるつまりランクが3であるための条件を、えっと、P を、あの、使って求めるということもちろんできます。できますけれども、基本変形でもできますけれども、えー、ここではですね、行列式をちょっと使ってみましょう。ということで、ちょっとやってみてください。 はい。それでは解説していきますね。えー、っと、A の行列式を第三列に関して展開すると、こういうふうになるわけですね。はい。これは、あの、要するに第三列に関する展開なんですけども、この式は、まあ、まあ、早、はい話、これ展開して全部書ければ、222で6、サラスの公式になるっていう話は前もちょっと言いましたけども、まあ、ここでこの P の係数がこう分離できるわけですね。P の係数が何かということで、あとはこの定数ということで、P の一式がこう出てくるわけですね。で、つこれを計算すると、まあ、マイナス P マイナス19いうことになるんで、えた、ー、従って、 これがノンゼロということが、逆行列、生息であるために必要十分条件なので、p のとマイナス19が逆行列を持つ条件ということがわかるわけです。で、4章1を一応計算してみるとこういう風うになるんで、これを使って逆行列を書くとこのようになりますと。ということでですね、あの、まあ、基本変形の場合はですね、こう文字式の場合はちょっと、 あの、文字式ので割ったりとかいうのがあったりしてですね、文字式で割ったりするのは、ね、注意が必要で、えー、その文字式、例えば p-1 で割るとかしようとすると、p-1 が0でないっていう条件がないと割れないので、p-1 の場合と場合分けしないと必要十分条件にならないので、まあそういう面倒くささがありますので、まあこういうふうに4因子を使えばですね、こうすっきりと、まあ一応求めることができます。これは逆行列の計算を4因子でやれと言ってるわけじゃなくて、こういうまああの、文字が入った時には結構4因子っていうのは、 あの、重要な、重要とか、あの、有効な、計算方法になるという話ですね。はい。まあ、特に、あの、コンピューターとかで逆行列計算するときは、この41というのも一つの計算方法として、まあ、ある、あると。いうことですね。はい。で、1年目一応、検算してみてください。検算すると、例えば、117は、233で、こう、これかけますから p、8p-4-9p-24-39 ということで、えー、と、なんですかね。これ、マイナス p。 たす20-19でこれ割って1になるということで、えー、まあ1、11成分は1ということがわかりますね。ということで、まあ、これは OK です。まあ1、11成分だけしか確かめていませんが、まあ、もちろん全部確かめるというる。ありますね。